熊野那智神社は、宮城県名取市にある神社である。名取熊野三社のうちの一社。主催神は、羽黒飛龍神、伊沢並の尊で、愛殿に、光戦時会、男命、国の男立ち尊、村、伊沢木の尊、天照公大臣を廃止する。伝説によると、養老三年ゆり上げ浜の漁師が、海底からご神体を引き上げたところ、その光の輝きの止まるところが、 高立山であったことから、そこに旧社を建羽黒飛竜人として祀ったという。一方、ゆり上げの地名の由来として、上岸13年に、霊源新たかな11面観音像が波に、ゆり上げられているのを漁師が見つけ、それが、現在高立山の那智神社に、那智観音像として安置されている、という話も伝わっている。その後、名取老女の熊の三上勘定にあたり、 那智の分霊を当社に合祀し、熊野那智神社と改称した。金星は、ラテ家の厚い図形を受けて、社殿の造営や、社地の寄進などを受けた。明治元年の大乗官府による、神仏分離令を受け、社殿に奉納されていた、御招待である掛け仏などが、関係者によって密かに埋められたが、明治31年7月の拝殿一築の際、床下から再発見された。 このうち、かけぼとけ、同郷41点が、国の重要文化財、かけぼとけ、同郷114点が、宮城県指定有形文化財となっている。かつてはご神体がゆり上がった場所である、ゆり上げ浜までの浜折神事が行われ、正月には、カラスゴウジコに配布していた。豪王法院は、平成24年夏頃より、社務所にて、三図柄は、 熊野早玉大社のものと同様、熊野那智神社の主祭神である伊ナミの尊と会い、殿神の伊ナギの尊の二柱は、天地万物の火星の力である、結びの力を司る、夫婦神である。そのため、熊野那智神社は、結びの社として様々な縁結びにご利益がある神社だとして、近年信仰を集めている。境内に鳥居は存在せず、衝動が境内にあるなど、 神仏集合の影響が色濃く残る。表参道の石段を登り切ったところには神門が存在する。境内には高さ32メートル、幹の周囲5.2メートル、樹齢800年以上の杉の神木、山市が存在する。この巨木は名取市街からも視認できるほどのものであり、神社の目印となっている。その他に神門のそばには高野薪の大木がある。 境内の看板によると、高野牧は、熊野信仰や高野山、今後を峰寺信仰と関係が深い樹木とされている、ことから熊野那智神社へ植えられたという。神門の先には、熊野那智神社の社殿、社務所建具自宅がある。拝殿は、入も屋造りであり、かすが造りの御本殿の後ろには、羽黒飛竜神を、高立山へ潜座した漁師である自兵と、名取の地に、 熊野三社を勘定した名取老女を祀る石祠が置かれている。社殿南側には小道がある。そばには階段があり、その先には紀州の那智滝を映した那智滝と広神社、飛留権限の本事物である不動明王を祀る不動堂が鎮座している。浦山道にあたる交換場後入り口付近には那智山、昭楽寺観音堂が鎮座する。 ご本尊は、創建遺書にある秘仏、那智十一面観音である。高官小学校付近の、御方の辻と呼ばれる分かれ道に、刈宮が存在する。妖怪殿内には、浜下り神事に使われるおみこしが2期安置されている。妖怪所右手の道は、熊野那智神社の表参道に通じている。表参道から繋がる石段の先の神門はかつて、 老朽化のため立ち入り禁止の状態であったが、2013年10月頃に改修が完了し、通行可能となった。バスなちが丘2丁目停留所から徒歩約15分。ありがとうございます。